今日はですね、M1 チップ MacBook Air で、プレミアプロのプログラムモニターでの動画の再生が、どれだけスムーズにできるかっていうのを、画質を変えながら比較してみたいと思います。今回比較する動画なんですけど、動画ファイルは、ソニー α7S3 で撮影したもので、最高画質の XAVC-HS の 4K24P10bit の動画になります。外付け SSD と内蔵 SSD との違いも比較したいと思います。あとその動画の再生に関しては調整レイヤーとか音楽とかテロップとか他に何も入れないで動画のみの再生にします。まずは、外付け SSD の動画を再生していきたいと思います。まず最初に、外付け SSD の動画を、フル画質で再生したいと思います。かなりカクカクしてますね。ちょっとこれだと編集は難しいと思います。はい、終わりました。次に、画質を2分の1に下げて再生したいと思います。2分の1だとフル画質ですと最初からカクカクしてましたけど、2分の1にすると、今のところスムーズに動いてるような気がします。この映像は α7S3 のアクティブ手ブレ補正を使って撮っています。なので手ブレあんましてないと思います。2分の1でもなんかそこそこいけそうですね。続いて4分の1に下げて再生します。2分の1で、そこそこ良かったので、4分の1だったらかなり大丈夫なんじゃないかなと思いますね。終わりました。最後に8分の1を再生します。8分の1になると、もう画質がかなり劣化してしまうので、これはこれで編集しにくいかもしれません。ただ場面を切ったりとかすることにおいては、そんなに画質必要ないかもしれないので、これぐらい下げて快適に編集してもいいかもしれません。全然大丈夫そうですね。カクカクはしてません。はい、8分の1が終わりました。これは SSD に入っていた動画なので、で次に、ローカルの動画をフル画質で再生します。
やはりフル画質ですとカクカクしてしまいますね。なんとか処理を追いつこうとしているような雰囲気ですけど、追いつけない感じです。SSD とさほど変わらないような気がしますね。はい、終わりました。次に画質を2分の1に下げて再生します。2分の1ですと大丈夫そうですね。もたつきや、カクカクした感じは見られないと思います。時々カクってなるのは、多分 α7S3 のアクティブ手ブレ補正のせいだと思いますね。はい、次に4分の1で再生します。2分の1ができたので4分の1も多分大丈夫だと思いますね。で、この Mac は起動しているソフトウェアは、プレミアプロと、あと、メモ帳とアクティビティモニターだけ起動して、他は起動してません。でプレミアプロ以外はほとんどメモリは食ってないので、そこまで影響ないと思います。ただこれに調整レイヤーとかをつけたりするとかなり重くなると思うので、4分の1ぐらいでするのがいいのかもしれないですね。終わりました。最後に8分の1にして再生します。8分の1だとやっぱり画質が悪いので、4分の1で、編集するのがいいんじゃないかなって感じですね。当然ですけど8分の1でもスムーズに動きます。はい、これで一通り終わったんですけど、一応ローカルというか、その内蔵 SSD と外付け SSD の違いは、僕はなんか今見てる段階だとそんなに違いはないかなと思うのですが、比較した動画をこの後に流したいと思います。もう一つやってみようかな。α7R4 の XAVC-S4K24P の8ビットの映像がどれぐらい映るかっていうのを最後にちょっと軽く見ようと思います。ちょっと映像が変わってしまうので完璧な比較とはいきませんけど、これが一般的な
ソニーユーザーであれば一般的な、まあ、4K 動画だと思います。α7C とかはこちらだと思います。でこちらを、フル画質で再生します。画面が揺れてるのは僕の手ぶれですね。でやっぱり α7R4 とかの 4K 動画だと全然スムーズにフル画質でもできるのでありだと思います。編集はかなりできると思います。なので注意する方は α7S3 を使っていて一番上の画質で撮影している人ですかね、そういう場合はもう8分の1とか4分の1とかに下げてやらないとおそらく編集はできないかなと思います。でこの動画は動画だけなので、例えばテロップテキストとか調整レイヤーとかそういうの全く入れてないので、入れてない状態でこれなので、おそらく入れると α7S3 の動画は8分の1とかにしてももしかしたらもたつくかもしれません。ただこの動画だけっていう点においては4分の1とか8分の1でもなんとかできるんじゃないかなっていう感じですね。なのでもし α7S3 の最高画質の動画ファイルを編集するとしたら、この MacBook Air で M1 チップの MacBook Air で編集するとしたら、初めに動画のファイルを入れて余計な部分を削除するとか、そういうことにだったら使えるんじゃないかなってなんとなく思います。でテロップってそのテキストとかその調整レイヤーとか入れてゴリゴリし始めると多分無理なので、もっと強力なマシンでやるのがいいかなと思います。